今日のタワーの輪は今の季節には欠かせないゴーヤを紹介します。脳を通じて幸せを提供する JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。やってきたのは阿久根市。ゴーヤを生産している十部さんのハウスを6月下旬に訪ねました。立派なゴーヤが実ってますね。十部さんが育てるゴーヤの特徴を教えてください。はい、鹿児島県で育成された加工5号を栽培しております。この品種は苦売りなんだけども、はい、比較的苦くない品種で緑の濃ゆい品種です。じゃあ子供から大人まで味わえそうですね。そうなんです。比較的ね、食べやすいんですよ。いいですね。十部さんのハウスでは3月上旬に植え付けで5月中旬から7月中旬まで収穫を行います。出水市全体では露地もありますから、8月いっぱいは収穫が続かります。ちなみに今年の出来はどうですか？出来はですね、比較的よくできております。まあ、ご覧の通りです。本当に立派ですよね。収穫は朝早くから始まり、多い日にはおよそ1000本収穫することがあるそうです。暑い時期に毎日の農作業ですから、高齢者にはちょっときついですね。きっとね、体的にも大変だとは思うんですが。そうなんです。まあ、それがね、ゴーヤのこう毎日食べているから、こう元気なんですよ。そうなんですね、はい、ゴーヤパワーで日々頑張っているんですね。十部、はい、さんの元気の源、ゴーヤを使った料理を3品用意していただきました。中でもおすすめ、ゴーヤとツナのポン酢和えをいただきます。おいしい。スタミナつきますよ。程よい苦味で、このポン酢とツナと食べることでまろやかになりますね。そうなんですよ、食べやすいんですよ。確かにスタミナついて元気出ます。これおすすめです。食べちゃう、どんどん食べちゃう、おいしいです。 JA 鹿児島県経済連のホームページでは、その他のおすすめレシピも掲載しています。ぜひご覧ください。十部さんの今後の目標を教えてください。はい、新規の農家を、ね、増やしたいと思っております。そのためには目標を5トンを、ね、達成したいと思っております。そして目標が達成できた暁には部会員に北海道旅行をやりましょうと呼びかけをしたいと思っております。いいですね。ちなみに5トンは達成できそうなんですか？今年も達成できそうです。よかったですね。JA 鹿児島泉のゴーヤ、皆さんぜひ食べてください。ここで番組からのお知らせです。ゴーヤーを5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。